福留孝介は、鹿児島県総軍大崎町出身のプロ野球選手、宇藤左田、中日ドラゴンズに所属。1999年に、NPB の中日ドラゴンズへ入団し、2007年まで在籍。その間、首位打者を2回、リーグ最優秀選手を1回獲得。シーズン30本塁代上も2度記録した。2008年から2012年は MLB でプレーし、 2013年から2020年はセリーグの阪神タイガースでプレーしていた。2021年からは14年ぶりに復帰した中日ドラゴンズでプレーする予定。大崎町立大崎小学校、大崎中学校出身で小学校3年生の時にソフトボールのチーム、大崎ソフトボールスポーツ少年団に入り、6年時に全国大会に出場。 中学時代には将来プロ野球選手になることを意識して、中学校の軟式野球部ではなく公式球を使用するボーイズリーグのカノヤビークベアーズに入団し、全国制覇を果たした。また、中学校の卒業文集には、将来の夢はプロ野球選手と記していた。幼少期には小柄ながらも広大な阪神、甲子園球場で本塁打を打つ立浪和義の姿に憧れ、 野球は体の大きさが全てではないと考えるきっかけとなった。少年時代に住んでいた鹿児島県大崎町に近い宮崎県串間市の串間市 A 球場で中日ドラゴンズが春季一軍キャンプを実施していたことから福留は物心つく頃から父親に連れられて宮崎県内で春季キャンプを開催していた中日広島東洋カープなどの練習を見学していた。 小学校4年生の時に、福島春季キャンプを見学した際には、同年にドラフト1位で入団したタ波を見て、興味を持ち、最後まで練習を見学し、その後、タ波から1本のバットサインをプレゼントされた。これがきっかけとなって、タ波と同じ PL 学園高校、中日でのプレーを目指した。福留本人は、当時は小さかったから、選手の記憶はほとんどないが、 親によれば、当時から立浪さんに興味を持っており、立浪さんのことをよく親に、あの選手は誰なのと聞いていた大きな選手がいる中でも目立っていた、立浪さんをすごいと思ったと述べている。ちなみに、中日時代の2006年には、毎日新聞の記事で、PL 学園の先輩、立浪に代わるミスタードラゴンズに成長したと言及されたことがある。ほか、 辰ツの応援歌を流用した中日時代の応援歌は1999年の入団から2006年の歌詞変更を経て翌2007年の退団まで使用された。中学校卒業時には地元の複数の有力高校から勧誘を受けたが辰ツへの憧れに加えて先のことを考えたらより強い高校へ進学した方がいいという理由で PL 学園高校へ進学した。 一年の夏から5番打者、一年の秋には4番打者を任された。1994年には2年春の第66回選抜高等学校野球大会で2年生にして唯一のレギュラー選手として出場。チームは準決勝で智弁和歌山高校に赤敗したが、福留は神戸高陵高校との準々決勝で2安打を放つと共に3打点を挙げた。さらに、 2年の冬に開かれた第1回トリプル a アジア野球選手権大会にも日本代表として出場。渡辺元地監督の下で代表チームの優勝に貢献した。3年生だった1995年には2年連続で選抜大会に出場。初戦の相手である長子商業高校の4番打者にして自身と同じ左打者の沢井良介と並び称される格好で、 大会屈指のスラッガーとして注目された。この試合では、沢井の本塁打で、上司商業が先制すると、福留もバックスクリーンに3点本塁打を放つなど、両チームで打撃戦を展開した末に延長戦へ突入。しかし、延長11回表に3点を勝ち越されると、チームは7から10というスコアで、初戦敗退を喫した。 同年夏の第77回全国高等学校野球選手権大会では、大阪大会で7本塁打をマーク。チームの全国大会出場に貢献するとともに、高校ナンバーワンスラッガーとして、NPB 球団のスカウト陣から注目を浴びた。全国大会では、北海道工業高校と1回戦で対戦。3回裏には、打線が自身の偶然安打を皮切りに4点を奪うと、 打者一巡で迎えた二回目の打席で、ライトスタンドに満塁本塁打を放った。さらに、五回裏の打席で、選手権全国大会史上11人目の二打席、連続本塁打を記録するなど、三打数三安打六打点の大活躍。一回戦での対象を受けて臨んだ熊本、城北高校との二回戦では、無安打に終わったものの、 日本大学藤沢高校との3回戦では3塁打1本と1打点をマーク。続く、智弁学園との準々決勝でも2塁打1本を含む3安打を放ったが、チームは6から8というスコアで赤敗した。3年生の夏の大会で打率、467.7打点、2本塁打と好成績を残したことから、秋の NPB ドラフト会議では7球団から1位指名を受けた。 NPB のドラフト会議で高校生の選手に対して7球団が1位指名で重複した事例は初めてで高校の先輩清原和弘に対する6球団競合をも上回った。結局7球団による抽選の末に近鉄バファローズが福留への交渉権を獲得。抽選に臨んだ近鉄の監督佐々木京介は交渉権の獲得を意味する。 当たりくじを引いた瞬間、よっしゃーと声を上げながら喜んだ。しかし、福留自身が会議の前に、希望する中日、読売ジャイアンツ以外の球団から指名された場合には、社会人野球、日本生命公式野球部へ進むとの意思を示していた、ことから、近鉄からの指名後に入団を辞退。結局、日本生命へ入社した。日本生命への入社後は三粒種へ転校し、 入社1年目の1996年には、第67回都市対抗野球大会で和菓子師匠を受賞し、アトランタオリンピックの野球日本代表に選ばれると、日本塁打を放つなど代表チームの銀メダル獲得に貢献した。アトランタオリンピックの野球競技へ出場した時点の年齢は19歳で、当時のオリンピック野球日本代表の最年少、記録であった。 翌1997年の第68回都市対抗野球大会で優勝。オフシーズンには、社業の一環で保険の外交営業活動へ従事。また1998年の第25回社会人野球日本選手権大会では、決勝戦で NTT 関東公式野球部相手に敗退し、準決勝に終わったが、3試合連続で4本塁打を放った。 社会人時代の通算成績は公式戦九十三試合出場、打率三百八十三点三三本類が十六打点二十五盗塁で、社会人時代も公式戦以外では木製バットを使用して練習していた。入社三年目の九百九十八年にドラフト会議の指名対象へ再び入ったことから、年明け直後から子供の頃から立並さんに憧れていたと、 中日入りを熱望しており、逆指名制度を設けていたこの年のドラフト会議では、当時、立浪が所属していた中日を逆指名した。ドラフト1位扱いで、内野手として入団した。背番号は1で、契約金は1億円、年俸は1、300万円。1999年、監督の保守の戦一の方針で、スタメンへ積極的に起用された結果、 レギュラーシーズンでは、一軍公式百1 3 2試合に出場。打率、284、16本塁打という上場の成績で、チームのセントラルリーグ優勝に貢献した。しかし、三振数リーグ1位を記録するなど、荒さも目立ち、加えて、主に遊撃士を務めた守備にも難があった。9月4日の広島市民球場での対広島戦。 0から0で迎えた9回裏 2C12 類の場面には左翼手の守備についていたが、フライ製の打球を落球、ランナーを返しサヨナラ試合にした。この試合をはじめ、ペナントレースや日本シリーズでも敗因につながるミスが続出し、試合終盤は交代させられた。ちなみに、応援歌には1997年まで立つ波の応援歌として使われていた楽曲が流用された。 2000年、シーズン後半から守備の負担が少ない三塁手へ、コンバートされるものの失策続きは相変わらずで、打撃においても前年より成績を落とし、97試合の出場に終わった。2001年、守備の不安から打撃にも悪影響を及ぼし不振に陥った。6月26日の札幌ドームで初めて行われた、プロ野球の試合となった、巨人戦一回表、る 米投手が投じた第1球をライトスタンドに放り込み記念すべき同球場の第1球を第1号ホームランボールとした。この本塁打は背番号1の福留が1回表に1番打者として1球目を第1号本塁打と1づくめの歴史的本塁打となった。札幌ドームではその歴史的初本塁打のボールの落下点となった宇宙艦スタンドの座席の床に 本人の名前を記した記念プレートが設置されている。2002年、監督の山田久しの下、ガイアコーチの二宮イタルの進言により、本格的にガイアに、コンバートされる。当初も守備に難があったものの、辛抱強く起用され続ける抑止に定着し、本来の瞬速や強権を生かしたプレーを見せて、ライト頃も記録した。また、近鉄監督時代の1995年に、 ドラフト会議一巡目で福留の交渉権を引き当てた佐々木が一軍打撃コーチとして入団。佐々木の下で打撃フォームを大幅に改造したところ3番打者に定着するほど打撃も成長した。このシーズンのセリーグ公式戦では松井秀喜が3冠大目前の好成績を残したものの福留は首位打者のタイトルを獲得。 シーズンの通算安打数は186本で球団記録を更新した。2003年、前年に続いて3割を達成するとともに、自身初となる30本塁打を記録。加えて、リーグ最多の3塁打を記録し、最終的には打率。314、34本塁打、96打点を記録して、中軸を担うスラッガーとしての評価を不動のものにした。 この頃からバックスイングフォロースルートも大きく取るフォームを身につけた。2004年、強打者不在のチーム事情により開幕から4番に座る。またアテネオリンピック野球日本代表の一員として選ばれ、銅メダルを獲得した。オリンピックから帰国し、チームに戻るものの、復帰2戦目に、阪神タイガースの下柳津義による支球で骨折。 チームは福留を書いたままリーグ優勝こそ果たすが、西武との日本シリーズでは3勝4敗と赤敗。不在は大きな痛手となった。4番の重圧もあったとはいえ、同年はシーズン途中離脱まで打率。277と低迷した。年俸2億円で契約公開。2005年、前年まで2年連続でセントラルリーグ本塁打王のタイトルを獲得していたタイロンウッズが、 横浜ベイスターズから加入したことにより4番の重圧から解放され、開幕から5番打者として活躍し、打率328.28本塁が103打点と高成績を上げ、最高出塁率、通算3度目のゴールデングラブ賞を受賞。しかし本人はリーグ優勝を逃したからかこの成績にも満足できず、打率ならあと2輪。 ホームランならあと2本をなぜ打てなかったのかと、同年の秋キャンプから試行錯誤を重ね、グリップの位置を後ろに引き気味に構えて、テイクバックを小さくする打撃フォームに変更した。年俸2億7000万円で契約公開。2006年は開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。同大会では、 スタメン3番として起用されたが、一次リーグでの中国戦の本塁打以外はなかなか結果が出なかった。しかしスタメンから外された準決勝の対韓国戦において7回に代打で出場し、近畿の意見から先制2点本塁打を放ち、日本の決勝進出に大きく貢献。それまで日本は韓国相手に2敗しており3連敗はできない状況だったためか、 この本類がはマスコミにも大きく取り上げられた。キューバとの決勝戦でも、代打で二点的自打を放つなど、持ち前の勝負強さを発揮した。シーズンに入ってからは開幕は5番で起用されるものの、前を打つ2番、藤厚、3番、岩田博和の不調もあり、3番に昇格する。同年6月14日、インボイス西部ドームにおける、西部戦で、 クリストファー・ギッセルから左中間に二塁打を放ち、通算1000本安打を達成。6月末に太ももを痛め14試合を欠場するものの復帰後は、首位打者争いを独走。同年10月10日、マジックナンバーを1として迎えた対巨人戦で12回表に決勝点となる、勝ち越しタイムリーを放ち優勝を決めるとともに、シーズン打率35、351、超打率、 659本類打30本100打点、100得点を達成。このうち、打率3割30本類打100打点、100得点は、中日の選手としては1950年の西沢、道を以来2人目、56年ぶりの達成となった。また同日の試合では4回表の第2打席で、巨人の先発投手、京健明は宇宙間への二塁打を放ち、 セリーグ新記録となるシーズン46にイ打を記録した。10月は打率275、オプス831とやや調子を落としたが、3月から9月まで月間打率3割、同オプスも10割を切ることのない安定した打撃をシーズンを通して続け、2002年以来4年ぶりの首位打者と2年連続の最高出塁率を獲得し、 二塁打もセリーグのシーズン記録を塗り替える47本を記録した。また同年は4番を担った、打つも同年47本塁打、144打点と西沢の年間球団記録である46本塁打、135打点を共に塗り替えた上で、本塁打王、打点王の二冠王に輝き、打撃三部門タイトルはこの二人により独占された。しかし、 日本シリーズではまたしても活躍できず、チームは日本一を逃した。11月14日には最優秀選手賞を受賞した。ポジションも開幕はライト、その後はもともと予定されていたセンターへ、コンバートされたが、シーズン終盤からはライトに固定となった。オフの契約公開が難航し、翌年キャンプ中2月22日に年俸3億8500万円で合意した。 2007年、名古屋ドームでの入場曲にレッドホットチリペッパーズのアラウンド・ザ・ワールドを使用した。開幕から不動の3番として活躍するが、7月中旬から右肘に見つかった有利軟骨の状態が思わしくなく試合出場を見合わせることが多くなり、ファン選出で初めて選ばれたオールスターゲームは、ウッズのダイソーから次の打席に指名打者として打席に立った。 その後も様子を見つつ症状の改善を図っていたが8月に渡米して内視鏡による除去手術を行うことを決意これによりシーズン中の復帰は不可能に続くクライマックスシリーズ日本シリーズも出場することはできなかった2007年は規定不足ながら200打席以上の選手ではリーグ内でオプスが2位 ノイが一位と非常に優秀な成績であった。シーズン終了後にはこの年から適用された故障者、特例措置により FA 権を取得し、10月12日に講師、11月12日に5歳年上の女性と入籍したことも明らかにした。12月16日に第一子が誕生。2007年12月12日にはジョーアーボンを、 代理人とし、シカゴカブスと4年総額4800万ドルの契約に合意。身体検査を経て19日に本拠地で正式契約を交わし、背番号は1になることが発表された。なお、報告記者会見は帰国後の22日に行った。カブス入団決定後、地元シカゴのメディアは、福留のローマ字表記、福留が放送禁止用語のファックを連想させるとして、 懸念する記事を掲載した。カブス時代2008年3月31日の MLB 開幕戦に5番右翼手としてスタメンで出場。この試合では複数のカブスファンが福留に対し、カブスファンの上等区である、いつごな8分のご役と思われる、偶然だぞと書かれたサインボードを掲げる陳事が起こった。初打席では、 ベンシーツから二塁打を放ち、9回無視の場面では、エリックが2へから同点三ン本塁打を放ち、鮮烈な印象を与えるデビューとなった。4月までは打率、327、出塁率、436、超打率、480、オプス、915の成績を残し、多くの地元紙が、チーム支給数の増加を受けて、 カブス打線を変えた福留という記事を取り上げる活躍を見せた。その後はオールスターにもファン投票で選出されたが、インコースの速球に弱いと見抜かれると徐々に調子を落とし、以降は打率と出塁率が前月の数字を上回ることがなく、5月以降は打率、241出塁率、340超打率、355の成績に終わり、 起用法も9月以降は、守備要員としての出場が増えていった。チームは、ディビジョンシリーズに進出したものの、福留自身は、第1戦と第2戦で、スタメン出場して8打数無安打4三振に終わり、監督のルーピネラは、もう、福留を使う意味がないと、抗言、3戦目の移動のために利用した、シカゴのお部屋空港では、福留康介さん、新シ品シティレッツへ向かってください。 トレードが決まりましたと、いたずらの館内放送を流されるなどファンからも見放され、チームもディビジョンシリーズ3連敗でシーズンを終えた。右翼主として、守備は、2009年は開幕前の3月に開催された第2回、WBC の日本代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは、前年に続いて、4月は打率338、出塁率、 461、超46打率、592、オプス1.052の高成績を残すも、5月以降は打率、245、出塁率、360、超打率、393と失速した。特に左投手に、164と振るわず、後半戦は、左投手が先発の時は、ベンチスタートとなることが増えた。 慣れない中堅の守備でも苦労し、中堅主としてシステムはマイナス8で、両、リーグワースト6位、DRS マイナス5は両、リーグワースト8位、ザーマイナス7.6は両、リーグワースト7位であったが、本人は納得する形でできたと自己評価した。2010年4月には3年連続で好成績を残すも6月は、 自己アーストの月間オプス485を残すなど、その後は失速し、8月2日には打率が247まで降下したが、それ以降は復調し8月はメジャー3年目で最高となる月間打率365、出塁率467、オプス1.118をマークして9月1日には打率が281まで上昇する。 8月10日の AT&T パークでのサンフランシスコジャイアンツ戦でティムリンスカムからライトスタンドを超える場外ホームランを放ち日本人初のスプラッシュヒットを記録した。しかし9月に再び失速し最終的に打率や超打率、本塁打数などで株水石後自己最高の成績を残したが交付調の波が激しかったことがわざいし3年目で 初めて規定打席に到達できなかった。守備では右翼手として起用されたが、システムマイナス3、DRS マイナス3、ザーマイナス4.4と振るわなかった。オフにはシカゴ市内にマンションを購入したほか、グリーンカードを取得し、カブスとの契約終了後もメジャーでのプレーを希望していることを明らかにした。2011年4月は打率。383、出塁率。 486、超打率。400、オプス。886の好成績を残す。しかしその後は、例年と同じく調子を落とし、76試合の出場で打率。275、3本塁打。オプス。751の成績で前半戦を折り返したが、1打席あたりの平均球数は7月まで、リーグトップの4.34を記録。 2011年7月28日にアブナー・アブレイユ、カールトン・スミスとのトレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍。背番号は中日、カブス時代と同じ1となった。この移籍により、この年の日本人野手は全員アメリカンリーグの球団に所属することになった。7月29日のカンザスシティロイヤルズ戦で移籍後初出場。8月は打率。 293、1本塁打、オプス、744と復調し、27日には契約終了後も MLB でのプレーを希望していることをクリーブランドの地元紙に明かした。9月は4本塁打を放ったが、打率、216、オプス、623と、再び調子を落とし、特に出塁率は移籍前には、374と高い数字を残していたが、 移籍後は300と低下した。最終的にシーズン通算で打率262、8本塁打、35打点、オプス712に終わったが、これは打率を除けばメジャー移籍後ワーストの成績であった。一方、安打数はメジャー自己最多139、守備では補い札7、アームレーティング7と自己ベストの強肩ぶりを見せたが、右翼手として、 両リーグ再開のザーマイナス10点を、同ーワースト4位の DRS マイナス1、同じくシステムマイナス6と守備範囲に、顕著な課題を残した。2012年2月14日に、シカゴホワイトソックスと1年100万ドルで契約する。主に代打や、守備要員として起用されるも、24試合の出場で、打率、171、本ンル、22日に、リーフとなり、 26日に自由契約となった。2012年7月13日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級スクラントンでは39試合の出場で打率。276日本塁がオプス818を残し、外野手の他22試合で一塁手としても起用されるが、メジャー昇格はならず、シーズン最終戦の9月3日に自由契約となった。 後に NPB へ復帰する意向を示したことから、阪神タイガースや横浜 DNA ベイスターズなど、複数の NPB 球団が、福留の獲得に向けて、交渉を進めた。2012年12月25日に、阪神タイガースとの入団合意が発表された。2013年1月5日に正式契約を交わした、あと入団会見が行われ、背番号は8に決まった。 福留は入団にあたって長らく2013年一軍公式戦の開幕から5番右翼手として連日スタメンに起用。春先にはチームトップの打点を挙げていた。4月19日のヤクルト戦では7回裏に同球場で6年振りの本塁打を放ったことを皮切りに2本塁打、6打点と活躍。同点で迎えた延長12回裏には 西満塁からこの試合2本目となる本塁打を放つことでチームにさよなら勝利をもたらした。しかし5月3日のヤクルト戦第1打席で1塁へ走った際に左膝を痛めて交代すると以降の4試合に続けて欠場。同月8日付で出場選手登録を抹消された。同月28日に幹部のクリーニング手術を受けてからはリハビリと2軍での再調整を経て 各期長期労働中の8月13日に一軍へ復帰した。8月26日の中日戦からは故障で戦線を離脱した大和に代わり、中日時代の2006年以来6年ぶりに中堅守としてスタメン出場。8月28日の巨人戦では4回表の第2打席で中日時代の2005年以来7年ぶりに同カードで本塁打を放った。ところが、 6回表の第3打席でアンダーを放って出塁した際に左ふくらはぎを痛めて途中交代。その影響で9月1日に出場選手登録を再び抹消された。9月11日に一軍へ復帰したが、阪神のシーズン最終戦になった広島とのクライマックスシリーズファーストステージ第2戦でも1回裏の第1打席で 右足のふくらはぎを痛めて2回表の守備から交代。移籍後最初のシーズンは63試合の出場に止まり、打率は2割、出塁率も3割を下回るなど、打率3割、出塁率4割というシーズン前の公約を大きく、裏切る結果に終わった。2014年、右翼手として公式戦、開幕3戦目の巨人戦2回裏の守備で、大竹博士が放った浅い飛球を手にいる一種の、 西岡剛と激突。その勢いで宙を舞った西岡は、後頭部からグラウンドに落下したため、大事をとって救急車で病院に搬送された。福留もしばらく混沌していたが、西岡の搬送後から守備に復帰。4回表の第2打席でダイソーを送られるまで、出場を続けた後に、病院での診察で、胸部打撲との診断を受けた。4月29日の広島戦で、 ブライアン・バリントンから決勝のソロ本塁打を放って NPB1 軍通算200本塁打を記録したが以降の公式戦では1ヶ月以上長打が出なかった。また開幕直後から打率が1割台にとどまったことに加えて小形良介の台頭などの影響で次第に出場機会が減少。6月10日から同月26日までは阪神への入団後初めて 不調理由に出場選手登録を抹消されていた。一軍復帰後は、コンパクトなスイングへの改造によって打撃が復調したことから、再び右翼のレギュラーを確保。7月10日の中日戦では、自身10年振りのギガを成功させるなど、攻守にわたって、チームプレーを、たびたび披露している。同月22日の巨人戦では、引き分け寸前の延長12回裏に無ム者で、 迎えた打席で、スコット・マシソンから、ライトポール直撃のサヨナラ本塁打を放った。福留はこの本塁打で、NPB の一軍公式戦における延長12回以降のサヨナラ本塁打の通算最多記録を受立。巨人戦における延長12回以降のサヨナラ本塁打は、阪神球団史上初の快挙であった。さらに、8月1日の対 DNA 戦でも、 同点で迎えた延長10回裏一死1.3塁から中前にさよならアン代打で登場した関本健太郎が敬遠支球で出塁した直後の打席でこの日が会場90周年の節目にあたる甲子園球場に花を添えた。クライマックスシリーズファーストステージでは第一戦で前田健太からソロホームランを放って決勝点を挙げた。2015年。 3月29日の中日戦にて NPB MLB 通算250本塁打を記録した。5月27日の台東北楽天ゴールデンイーグルス戦では延長11回裏西一塁から自身4本目となるサヨナラ本塁打を放ち、さらに翌5月28日にも延長11回西万塁というチャンスでフルカウントから際どい投球を見送り、 押し出し支給を選び、阪神タイガースの球団通算5 0勝を、さよならで飾り、2日連続でさよなら劇を演じる。また6月27日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で、2010年のカブス時代以来5年ぶり、日本球界では2007年の中日時代以来8年ぶりに、年間15本塁打に達する。 9月25日の広島戦では2006年以来となるシーズン20本塁打を記録した。最終的に打率281、20本塁打、76打点と打撃3部門いずれもチームでトップクラスの数字を残した。巨人とのクライマックスシリーズファーストステージでは第3戦の7回にソロ本塁打を放ったがチームは1勝2敗で敗れた。2016年 6月20日のオリックス戦で、プロ野球史上121人目となる NPB 通算1500安打を達成。第1打席に、宇宙間方向への二塁打を放つと、続く第2打席にライト前安打を放ち、大台に到達した。その2試合後となる6月25日の広島戦で、日米通算2000本安打を達成した。第2打席に、ライトへの二塁打を放ち大手とすると、 続く、第3打席に2塁方向への内野安打を放ち、達成した。7月30日の中日戦で、中日に所属していた2003年6月8日の広島戦で達成して、以来、13年ぶり自身2度目となるサイクル安打を、達成した。これは、NPB では、通算69度目の達成となる。サイクル安打を複数回達成した選手としては、藤村文夫。 松永博美、ロバート・ローズに次ぐ4人目となる。また、2016年は7月20日に、大島洋平が達成しており、2004年以来となる2人以上のサイクルアンダ達成者が誕生した年となった。なお、このサイクルアンダは39歳3ヶ月での達成であり、1983年4月30日に達成した山本浩二の36歳6ヶ月を更新し、 最年長記録を塗り替えた。なお、一軍公式戦全体では、131試合の出場で打率、311、11本塁打を記録した。2017年、球団史上最年長の40歳で、チームキャプテンに就任。前年まで5シーズン務めてきた、鳥谷の公認で、打球団からの移籍によって、阪神へ入団した選手からの起用は、 球団史上初めてであった。レギュラーシーズン中は、左投手の先発が予告された試合を中心に、首脳陣の方針で、積極的給与を挟みながら一軍公式戦93試合で4番打者に起用。6月6日の対オリックス戦からは、守備位置を右翼から左翼へ変更した。福留が本格的に左翼を守るのは、中日時代の二千三年以来十四年ぶりであった。 レギュラーシーズン全体では127試合の出場でチーム2位の18本塁打前年を上回る79打点打率263をマークシーズン2号本塁打を記録した4月21日の対巨人戦から本塁打を放った試合でチームを12連勝に導いたり8月に休養明けの5試合で全て本塁打を放ったりするなど前述した 首脳陣の配慮にも応え続けた。レギュラーシーズン終盤の9月には、甲子園球場で3日に催された古巣の中日戦で NPB1 軍公式戦通算352塁打を達成。29日の対 DNA 戦では、全員4打席の出塁でシーズン初の4打点を挙げたことによって、チームの対象と2年ぶり CS 進出確定に貢献した。 DNA との CS ファーストステージでは40歳5ヶ月で迎えた10月14日の第一戦で決勝本塁打を放ったことによって NPB のポストシーズンにおける決勝本塁打の最年長記録を更新。しかし日本シリーズへの進出には至らず12月11日には推定年俸2億2、0円という条件で契約を公開した。2018年 前年に続いてチームキャプテンを務めながら左翼手としてレギュラーシーズンをスタート。積極的給与を挟みながらクリーンアップの一角を担った。開幕当初はこの年に入団したウィリン・ロサリオを4番打者に固定する方針の下でロサリオの前後の打順を任されていた。ロサリオが打撃不振で4番を外れた5月下旬からは4番にも随時起用。 三番打者として臨んだ6月14日の対北海道日本ハムファイターズ戦では8回表の打席で久雲勝彦からシーズン5号本塁打を放った。福留は中日時代の2005年にセパ交流戦が始まって以降 n p b 一軍公式戦のカードで対日本ハム戦にのみ本塁打を記録していなかったがこの本塁打によって NPB 史上33人目の 全球団本塁打を達成した。7月3日に甲子園球場で模様された古巣、中日との公式戦では、1回裏の第一打席で小笠原慎之助から右前打を放ったことによって、NPB 実動15年目で、史上57人目の一軍公式戦3000塁打を記録している。2019年、チームキャプテンを糸原健人に託しながら、 5番、左翼手として、スタメンで、レギュラーシーズンをスタート。4月6日の対広島戦では、8回表の打席で、放った、シーズン1号ソロ本塁打で、NPB1 軍公式戦、通算戦打点を達成した。NPB 史上46人目の記録だが、41歳11ヶ月での、達成は、中日時代のチームメイトだった、谷重元信の42歳5ヶ月に次いで、 史上2番目の年長記録である。さらに、5月5日の対 d n a 戦では、5から5の同点で迎えた9回裏西一塁の第5打席で、5番打者として、三島一期から3号本塁打をマーク。この本塁打で、セリーグ公式戦、通算5万号本塁打、阪神の公式戦における、令和時代初のさよなら本塁打を呼び、 セリーグ公式戦史上最年長のサヨナラ本塁打を同時に記録した。その後も積極的休養を挟みながら公式戦へのスタメン出場を続けていたが、5月31日の対広島戦の試合中に右ふくらはぎの張りを訴えて途中交代。後の診察で右ふくらはぎに軽度の筋座症が生じていることが判明したため、翌6月1日付で、 出場選手登録を抹消された。福留の登録抹消は2014年6月以来5年ぶりだが、故障を理由に抹消されたのは、阪神1年目の2013年9月に、左ふくらはぎを痛めて、以来6年ぶりである。実際には、最短抹消期間である10日の調整だけで一軍に、復帰。6月16日の対オリックス戦9回裏に、 代打で出場すると、増井博都市から2点的時に塁打を放ったことによって、日本人選手としては、史上3人目の NPB、MLB 公式戦、通算500に塁打を達成した。復帰を急いだ反動で左ふくらはぎにも針が生じた。ため、同月22日に登録を、再び抹消。7月23日に一軍へ戻ると、同月28日の退居人2回表に、 走者として本類へ生還したことによって NPB 公式戦通算選得点を史上最高齢の42歳3ヶ月で達成した。レギュラーシーズン全体では1軍公式戦104試合に出場。5年ぶりに規定打席に到達しなかったものの5番打者として62試合、3番打者として36試合にスタメンで起用されたほか5年連続で2桁本類打を 記録するなどの活躍でチームを2年不利の CS 進出に導いた。42歳で臨んだ12月12日の契約交渉では、推定年俸1億3、0円という条件で契約を公開。2020年 NPB の現役最年長選手として、レギュラーシーズンの開幕から一軍に帯同しているが、極度の打撃不振でスタメン出場の機会が、例年から大幅に減少。 開幕の翌月からは、2軍が甲子園球場か坂上なりオバマ球場で、デーゲーム、1軍が甲子園球場で、ナイトゲームを開催する日に、自身の希望で両方の試合に出場することが、相次いでいる。10月20日に、プロ22年目を迎えた今シーズン出場機会が、激変する中本来の打望を発揮できず、球団から事実上の戦力外通告を受けた。 本人は現役を希望している。同年12月2日付で日本野球機構コミッショナー事務局から自由契約選手として公示された。12月9日、中日が非公式で入団交渉を行い、大筋で合意した。関係者によると条件面ではすでに寄り合うがこの日の契約には至らなかった。中日は3日後の12日、獲得すると発表した。背番号は9となり、 年俸は推定3000万とみられる。高校時代より節目ごとにホーム改造に取り組んでおり、打球を広角に放つことができる。中日時代に30本類以上を2度記録しているが、株推積後は1、2番での起用が多くなり、出塁を優先するスタイルとなった。中日時代に3度の最高出塁率を記録し、現役のメジャーリーガー中7位の通算支給率。 134を記録した打席での辛抱強さと出塁能力の高さはメジャーでも高い評価を得た。2009年には日本人選手 MLB シーズン最多記録となる93個の指揮を選んでいる。しかし中日時代から左投手に対しての幸不調の波が年によって激しく2009年には左投手に対し打率164と不振に陥り、 カブス時代はそれ以降、左投手と対戦する場合の先発を外れることが多くなったほか、メジャー時代は、例年4月は通算打率345、オプス979と好成績を残したが、5月以降は通算打率244、オプス718と結果を残せずにいた。MLB における右翼手の平均水準を上回る強権の持ち主で、 阪神時代の2017年序盤までの試合では、主に右翼の守備へついていた。しかし、加齢などに伴って守備力が徐々に低下したため、同年のセパ交流戦以降は、左翼手に転向している。右翼の守備では、フライの軌道の読みが鋭く、阪神への移籍後にゴールデングラブ賞を2度獲得した。外野の守備が難しい球場として知られる、リグレーフィールドが本拠地である、 カブス時代には2008.2009年に右翼手として DRS とザー同もに高い数値を記録した。2010年以降は通算 DRS が2、通算ザーがマイナス2.2にまで低下。中堅手にも起用されたが通算 DRS はマイナス10、通算ザーはマイナス9.7で、いずれも中堅手としての MLB 平均を大きく下回った。 走塁面では、カブス時代に、本塁から一塁への到達タイムで最速4.05秒を記録したほどの瞬速の持ち主でありながら、投塁をあまり気としていない。野球を始めた当初は右打ちで、右手の力が強すぎるため打球がことごとく、レフト方向に切れファウルになっていた。小学4年生時に、両親らの勧めもあり左打ちに転向した。 中日入団直後の1998年末には、中日新聞記者、西沢智弘のインタビューを受けたが、その際には、好きな食べ物は魚。海に近い町で育ったから、子供の頃から魚を多く食べており、釣りにもよく行ったと述べており、星野監督も、魚をたくさん食べていたようだからそのおかげで、体が頑丈に育ったようだと述べている。 愛媛県立今治西高校の左投手だった藤井修吾とは高校2年時の第1回トリプルエアジア野球選手権大会で日本代表へ一緒に選出されて以来からの親友。藤井も早稲田大学を経て NPB の4球団で投手生活を送ったため福留とは NPB のオープン戦や一軍公式戦で何度も対戦している。中日在籍当時は コースケあんかけやコースケカレーなどの食品をプロデュースするなどの活動を行っていた。マネジメントは吉本クリエイティブエージェンシーが担当している。なお、阪神の選手で吉本クリエイティブエージェンシーがマネジメントを行う。選手は福留が初となる。阪神移籍後の2013年4月23日にフルス・名古屋ドームで開かれた中日戦では5回裏に チームメイトの久保田智之が同年初の一軍登板で8失点を喫するとイニング終了後に阪神ベンチの上から久保田に向けてヤジを飛ばした観客へグラウンド上から応戦するという一幕があった。その一方で左翼手として出場していた2017年9月12日の対巨人戦では延長12回表に寺内隆之が放った左翼フェンス直撃の打球を処理中に 左翼スタンドの観客が福留に向かって、プラスチック製の容器を投下。容器は、福留の頭上を通過した末に、左翼のフェアグラウンドへ落下した。阪神への入団当初は、チームメイトで同郷のマトえノきだ大輝金田和幸を食事に誘って、鹿児島県人会を開いていた。ただし、金田は2017年に、オリックス、山とは、同年のシーズン後に、DNA、 エノキダは2018年のオープン戦期間中に西部へ移籍している。NPB 現役最年長選手として阪神で迎えた2020年シーズンには新人選手による公式戦シーズン最多安打のセリーグ記録を前年に受立した小中研修の近本浩二が6月19日の開幕から1割台の打率に陥っていた。自身も 極度の打撃不振に見舞われていた福留は、広島遠征中の7月3日に松田スタジアムで予定されていた対広島戦が雨天で中止になったことを受けて、同スタジアムの室内練習場で、金本へバッティングをじきじきに指導した。わずか10分間であったが、金本はこの指導をきっかけに打撃フォームを修正。7月に月間打率、276、8月に、 362を記録するなど、徐々に調子を戻している。一軍の監督として、指導の様子を見届けていた矢野は、きっかけをどこからでもつかむことはあり得るので、地下にとって、同じ左のス介から教えてもらうことは良かったと思う、という表現で、福留の熱心な姿勢を高く評価している。MLB、NP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 B、初記録。 NPB 説明の記録、NPB その他の記録 MLB、NPB、MLB 通算説明の記録 CM、漫画参考文献。ありがとうございます。